僕はおそらく殺されるだろう。さっさとお兄ちゃんの居場所を言え。いや、私も知らないんです。死にたくないならすぐ連絡よこせと兄貴に伝えろよ。いいな。なんか感じの悪い連中だな。大丈夫か、この世界に。何やってんだ、頭だ、頭をやっちまえ。おめえそこ凍結だろ。あ、意外といい話だった。なんだこいつ。フォンテーヌにもこんな大きな集落があったなんて、ここすごい文明を感じるよ。誰だお前、どこの集落の者だ。モンドから来ました。どこだっていい、合言葉を言わなければここは通せない。なんで聞いた。合言葉なんてわかんない。あ、フォンテーヌの、のひか、科学力は世界一。違う、なんでこいつを牢屋にぶち込んでおけ。これからどうしよう。旅人が現れたぞ、応戦しろ。みんなでかかればなんとかならない。うわ、ごめん、せっかくだから助けてやるか。 おい、どこ行くんだよ。やばい、勢いで逃げてきちゃったけど、今までの経験則からあの場に留まってたら確実にやられてた。なんかこいつ動かないな。もしかして倒したら何か起こるかも。えい。まあかといってどこに逃げ、ぴったりついてきて。そうだ、上の階層に宝箱があったはず。そこに誘導すれば。確かあの家の中にあった。よかった。で、こっからどうすればいいんだ。旅人は宝箱の存在には気づいてるはず。お、宝箱あるじゃん。これもしかして君の。問題はこの宝箱の解除条件が俺じゃないってことだ。この世界の宝箱は決められたモンスターが全員死なないと開けられない鬼畜仕様。旅人は俺を攻撃する可能性が高い。かといってこの宝箱の解除条件を説明することもできない。頼む、気づいてくれ。あ、もしかしてこの宝箱ってお前を倒せばいいけ。ダメかもしれない。やばい、殺される。攻撃するか。いや、でも動いた瞬間やられる。攻撃しよう。痛えよーって弁護したのか。あれ攻撃してこない。もしかして他に宝箱開ける条件ある。気づいたか。見て、完全にこれだよ。この無事して全部壊せば解除されるよ。ああ、これ全部壊す系のやつか。あ、気づいたっぽい。これで見逃してもらえ。